か、香港健太チャンネル、健太です。おはようございます。では本日も早速やっていきましょう。本日3月31日木曜日です。現在時刻6時17分。本日最高気温27度、最低気温20度で晴れです。降水確率は 20% 程度なので、折りたたみ傘はカバンに忍ばせておいた方がいいかと思います。以上、天気予報でした。続きまして、コロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は2994名でした。うち2989名が国内の感染者です。国外からの入国者は5名でした。死者135名です。また、感染可能性がある報告が3987名でした。続きまして、ワクチン接種者の数やっていきたいと思います。1回以上のワクチン接種完了しているのが619万7100トンで2人、2度目のワクチン接種完了しているのが569万2828人、3度目のワクチン接種完了しているのが276万9456人でした。香港の人口は750万人程度と言われております。さあ、本日もビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時01分です。ビットコインの価格は4万7000トンで59ドル74セントでした。ここ24時間の値動き見てるとね、ちょっと下がってきたかなって感じなんですけど、まだまだ、健在なので、ここから頑張って上がっていってほしいなと思います。以上、ビットコインの価格でした。さあ、香港でね、今ニュースになってるのは、キャセイのニューヨーク香港便っていうルートがあるんですが、これがですね、今現在世界で飛んでいる最も長いフライトと呼ばれているらしいです。今は特にね、飛行機に乗るっていうことももうかなり、少なくなってきてますし、まあ、長距離飛ぶっていうのはね、かなりリスクが高い話だと思うんですよね。長期間ね、同じ空間にずっと一緒にいるってことは、一人でも感染者がその中にいれば、その分感染がね、拡大していく可能性が高いということもあって、長距離は結構、難しいのではないかなと言われていたんですが、ついにキャセイがですね一番長い便を飛ぶということでね、キャセイのね、CA の方、私も結構知り合いにいるので、いや、皆さん本当気をつけて過ごしてもらえればなと思います。なんかね、このコロナが始まってからお会いした、キャセイの CA の方に聞いた話なんですけど、長距離便だとですね、行きのクルーと帰りのクルーとですね、両方飛行機に乗っていて、で、帰りのクルーと行きのクルーは、入れ替え、着いたら入れ替えをして、全く入国することもなく、まあ、飛行機から降りることもなくですね、そのまま、香港にとんぼ返りしてくるということで、いや、本当全然ね、飛行機の中なんでね、あんまり休まることもないのかなって思ってしまうんですが、そういった危険なね、仕事でもね、やらないといけないということで、非常に大変なお仕事だなと思いました。まあ、病院とかね、そういったところの方も知り合いにいるので、そこと比べても、まあ、飛行機 CA の仕事は大変な仕事なんだなと。たまたまね、キャセイのこのフライトで今ニューヨーク香港間の飛行が一番長いというのがニュースに取り上げられてたので、ふと思い出したのでちょっと話してみました。さあ、あとですね、香港で今、ね、問題となっているのがですね、まあ、もう一つのニュースなんですけど、COVID-19 の研究者がですね、メンタルヘルスの、やっぱ、悪化のためにですね、どうやら、自殺する人が出てくるのではないかという危険レベルを、自殺者が発生する危険レベルというのを上げてきたというのがニュースになってました。で、それに伴いね、レクリエーションの施設を、まあ、再開させることを、非常に強く提案しているというのが、ニュースになってます。香港の、ね、自殺は2003年に香港史上最高に達したらしいんですね。で、その時に取ったデータですね、要は、人の、まあ、ストレスとかね、そういうのをなんかこう測ったみたいなことが書いてあるんですけど、私もですね、よくこの辺理解できないんですが、その2003年の香港史上最高の、自殺者を出した時期に比べると、
今回の2019年から始まって20年、21年のこの3年間はですね、その時をもね凌駕するみたいな、そんなニュースですね。なのでこれから自殺者がたくさん出てくるのではないかということで、まあ、警告をしているというそんな感じですね。まあ香港の人がねそんな簡単に僕は自殺するとは思えないんですけど、とはいえですね、まあ、ストレスになっているのは事実ですし、メンタル的にはあんまり良くない方向に進んでいるのかなとも思うので、リクリエーションがね復活するのは非常にね私的にも嬉しいなと思うので、ぜひ頑張ってもらいたいなと思います。ということで、事務所も近づいてきたので本日ここまでとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。ちょいきんまたね、バイバイ。